激レア、ドラえもんみたいな。ちょっといろいろ展開していこうじゃないかと。あら、どうも皆さん、私の宇宙船へようこそ。私がキャプテンのゴージャスです。お願いします。そして激レアオペレーターは神谷エリナです。エリナちゃん、激レア。まあレアもレアですよ。エリナちゃん、もっと乗せてくださいよここに。ちょっとちょっと、元気してる？元気よ。本当に元気です。最近なんかいいことあった？いいことはないようなちょっと今思いつくのは落ち込んだ話しかない、はい、いやー報われないな。ちょっとちょっと元気にいこうよ、うん、なんかあります？元気になるもの。いや俺も毎日元気のもう源よ。もうもうこの間も子供たちとみんな花火大会をね、公園でやって、はい、スイカ割りとかしてて、いい夏、ね、夏感じてます。めちゃめちゃ楽しかった。毎週ホットケーキ作って、ホットケーキ作って、あれクレープを、え？クレープ、クレープは作んないな。クレープもやってたね前ね。無限に食べれる。一日朝から10枚食べちゃいましたけどね。今度やろうかなまたね。幸せですね、はい、幸せで、うん、分けてあげたいということで栗原、はい、今日は一体何やるのかな。はい、ゴージャス動画、あ、グッズ、あ、第2弾、お、発売いたしました。知ってた？知ってますよ、グッズ販売してるのは。口ごもっちゃったけど知ってます、知ってます。第2弾でございますからね、はい、ちょっとこれから秋口にかけて、そうです ね、そうですね、今までちょっと T シャツとかがちょっとメインで、まあ、トートとかもあったりしたんですけど、はい、ちょっといろいろ展開していこうじゃないかと。あら、本日現物もご用意しておりますので。え、ほんとだ、あった。見ていってもいいのかな。見 見ていきましょう。はい、これ、これは？あれ、なんか厚手ですよ。なんですか？パーカーかな？パーカー、あ、いいですね、この秋冬にまた。え、かっこいい、おしゃれじゃないですか、結構。これ、大山が一押しの。え？大山デザインですかね。なんて書いてある？ There you go! Just do it! You got it! Go! Just do! Get!え、すごい。いや、え、すごくない？大山すごいぞ。え、すごくないですか？超おしゃれじゃん。超おしゃれなね、書いてあるこの大文字を読むとゴージャスドーガーどうか。え、だってね、一瞬ゴージャスドーガーと何の関係もないじゃんって思うところがってことですよね。え、え、いい、いい、いいじゃないですか、すごい。すごい、これが世間の反応なのかい。センスありますよ。センスある。大山までね、結構ゴージャスさんのシルエットとか顔をバーンってプリントしたものが多かったので、と普段使いできるようなものって思ってきっと作ってくれたんだと思います。ゴージャスさんの顔入れるの恥ずかしいなっていう人に。別に普段使いいじゃないですかそれも。いや、俺は別に、俺は別に俺の顔をゴリ押ししろとは言ってないわけよ、やっぱりね。はい、これ、これは色もまた選べますんでね。選べます。はい、こっち普通のトレーナーですかね。あら、かわいい。これ宇宙生物、誰が誰かみんなわかるかな。あ、宇宙生物がシルエットになってる。ほら、かわいい。一番右、ね、あ、あれか、オケちゃん、うん、一番左は、一番左は、あ、知らないかもしれない。え、知らないです。まだってないですかね。なってない、わかんない。まだ内緒にしとこうか。ね、シルエットじゃわかんないですね。すごい、早速グッズ化。でもこれすごいいいですね、これね。かわいい。うん、イカもいて、これも普段使い全然ありですよね。そうですね、うん、これもいい、うん、トレーナー、これなんだ、これ、ほら、あ、ほら、みんな、あ、来た、背中に私を掲げていきなさい。これは、これなん、なんていうやつ、これは、これコーチジャケット、ね、コーチジャケット上着だ。コーチジャケット。ちょっとテカテカ生地の。今ね、そんな恥ずかしい。え、待って、恥ずかしい。なんか裸見てる気持ちになる。裸じゃないだろ。下着、 おじさんの下着。おじさんの下着、ここは切れてるからおじさんじゃないよこれ。すごい嫌だ、なんか。ジーンズメイトで買ったんだからおじさんじゃないだろこれ。あ、いいんじゃないですか。あら。あ、いい、いい。着心地良し。似合ってる。ちょっとね、風の冷たい日なんかにね、ちょっと春にいいですよね。うん、あら、すごい、全部閉めるんですかボタン。全部閉めるって、おじさんのあれが出ちゃうだろ。お、いいじゃない、いいじゃないですか。お、ここも絞れて、
あ、いい、後ろには秋口最高これ。いいっすね。いいいい、こうやって皆さんこうやって歩いてください。いや全然後ろから見えて大丈夫です。おー、いい、ぜひ大学に来てほしい。お前も別にあれだね、うんうん、まあ、開けてる人多いですよ結構。そうですよね、こうやってなんか羽織るみたいなの多いですよね、こんなシーン初めて見た。おじさん出ちゃうから初めて見た。これは、あ、これはゴージャスブランド、あー GG のやつ。え、これ何ですか。今回ね、ブランドロゴを作ったんですよね。ロゴを作ってね、もうブランド化しようっていうなんか話らしくて、うん、なんかね、うん、僕が温めてきたやつをなんかよこせっつとか GG GG アムラックをね、うん、ジッパーがある。ホッケなんですか、ね、ここフロント、ここホッケ、おお、機能性もいい。ここ携帯入れたらいいの、これいいじゃんいいじゃん、ドラえもんみたいなポケット、うん、すごい、え、いいじゃないですか。あら、いい、これもなんか寒い日に羽織るのに良さそうな感じですね。すごいですね、これすごい組み合わせの着方これ結構あったら冬越せんじゃないか、これ。あ、でも、あ、似合いますね。手通る、手通って、うん、こっちは別のポッケがあるんだ。ポッケがあるわけよ。あ、いい、ほら、いろいろ入りますね。ちょうどじゃない、もしかしてスイッチ入れるの本当のドラえもんじゃないですか。ちょうどって余裕がある、スイッチ入れても。だからバックいらずですよね、ほら。あ、わかんないよ、入ってスイッチ持ってるのかわかんないでしょ。わかんない、あ、ちょっとこうやってスイッチしようかなっていう時にゲーマーにぴったりめちゃくちゃこれこれ俺、これはいい、これは、うん、持って帰ろう持って帰ろう俺だってさ、最高にいいもんやって。なんか、え、確かにそれそうですよね。いや、保育園迎え行く時とか、そう、ジジイ、確かにそれもいいですね、シンプルで。いいじゃん、これバックプリントないですもんね。これない、もうこれもう完全シンプル、もう GG だけ、うん、もう、あ、いいいいいい、ゴージャスファンって気づかれずに。で、おそらくいろんな色も選べると思いますので、うんうん、ね。あ、まだパーカーがまだある。パーカー、これはちょっと順番があれで、すいません。あ、これ第1弾のイラスト、はい、あー、ありましたね。これも私結構好きですけど、これも大山がね、Ride on our ship ね。俺行ったことないの俺行ったことないの、これやったら俺行ったことないよって言ったら、最初確かそう、文字だけだったんですよね、うん、で、ゴージャスさんのアイデアでシルエット入れようってなって、うん、あ、なるほど、そういうこと。あの YouTube のバナーのゴージャスさんのやつをシルエット化して、いい感じで、うん、めっちゃいいです、うん、だ、大谷版のアイデア結構いいやつがね、あるんですよ。おしゃれですね。で、どんどんまだある、まだあるぞ、結構ありますね。これはロンティー、あ、このロンティー、いいですね。ロンティーはデザインあります、ちょっとだけ、あ、これカラーで、あー、袖のところ、袖のところにちょうどね、ワクチン打つようなところにありますね、うん、ここに左側ですか、ポチッと、あ、かわいい、海賊マーク、はい、このね、このここのでもなんか白のロンティー、まあ、今回色選べるそうですけど、うん、こういうシンプルなのも着たい時にね、いりますもんね。結構ね。これは？これもコーチジャケットだ。お、デザインが違うんですか？これも GG だ。あ、GG ブランド。これ売ってそう。GG ブランド？売ってそうじゃダメなんだ。売ってそう。売ってそうだとダメだもん。あ、ダメなんだ。ダメなんだ。独自のやつやってこうって。いや、なんかすごいおしゃれでなんか。テナントとかで売ってそうな。これはいい。で、これはなんだこれ？これか？あ、あ。何？あ、サコッシュ？サコッシュだよ。おお、これで、え、いいじゃないですか。これいいじゃろ、これいいっすね、そのスタイルで。おう、 GG をすげえ押してる人みたい。 GG ブランドすごい、これでね、普通にフェスとかも行けるよね。行けますね。おう、コロナ明けの僕最近サコッシュ派なんですよ、ね、なんか増えてますよね、うん、栗原のサコッシュ見たことねえ、ちょっと、あら、そのスイッチもしかして、スイッチ入るこれ、入っちゃう。サコッシュって意外と、はい、あのね、容量小さいもの多いんですけど、うん、意外といっぱい入りそうですよ、ね、いっぱい入る、うん、確かに。スイッチも簡単に入りましたもんね。携帯も入るしね。なんでスイッチメインで考えてるのかちょっと分かんないですけどでも便利、ね、便利ですね。だから携帯ゲームだからね、結局ね、代表作ね。確かに、確かに、うん、うわ、いいかも。で、これでこうやって、うん、だ、こことここは干渉し合ってないからね、うんうん、そこいいですよね、分けれるのね、うん、
いやいいかもこれは。お財布も落とさないし安心。そう財布なんてさ、本当バッグさでかいのを入れないといけないからちょっとさ、あいいかも。あ確かに。まだこれを忘れていた。これは僕考案の。はい。お？でねパーカーでございますけどこれね。へどうなってるんですかこれ。あれですか？デザイン。ここを見てください。えどういうこと？ここに、はい、サインできるんです。あ枠を作ったってことですか。そうなんですよ。新しい。こっちはこれねもともとこのデザインを選ぶ画面で、うんうん、こういうデザインはどうですかっていうのが、はい、販売元のすずりさんのサイトで、実際に、自分のデザインしたものを配置する際にこの中に配置できますよ、うん、こういう画面が出てくるってことですね。 GG を今あそこ置いてるんですけど、うんうん、その4点のやつを多分拡大縮小できますよっていう選択してね、うんうん、それ見てたらこれこのままでいいじゃん、このままこれをデザインにしちゃおう。それそんなすげえ大山がすげえ不服な顔して何を言ってるんですかって感じだったけどこれ以上これがいいデザインだよって。だまあこれはちょっとねあれパーカーですけど、うんうん、まあ、T シャツとかもT シャツもあるんですか。ほらこういうのでいつの日かイベントの時に確かにそこの四角のとこにサイン書いてね、サインを誰かね、まあ、エリナちゃんとかもいいしね、ね、うん、お店から来てきたんですよ、サインしたらそうすることによってその T シャツが完成するんですよ。なるほど、まだ未完成。そうじゃ未完成なの売るんじゃねえみたいな感じで未完成だ、完成もっとコンプリートってね、そういう感じのね。デザイン面に確かキャンパスとか書いてあったような気がするんですよね。キャンパス、いやキャンパスです、これそこがキャンパスになってますよって、ね、うん、新しいですね。素晴らしい、これはそれはアイディアって感じです。そうなんですよ、そんな感じのものが現物あるのこんぐらいかな。あとマスクと、うん、ステッカーと、うん、今出てるかな、スマホケースとかね。あ、小物系もね。そうなんですよ。あ、これ GG 推しですね。GG 推しでございますよ。そうですね、旧デザインのものもちょっと今回販売に当たりまして、うん、パーカーとかいろいろ増やしてましたので、はい、コーチジャケットだったりロンティーだったり、はい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 、でさらに新規デザインの、GG ロゴであったり、うん、これもう極限まででも本当にゴージャスというこの何ものっていうのをそぎ落として、幾分シンプルにして、やっぱねゴージャスファンですって言うとちょっとみんなね煙たい顔する人とかそんなことないですよ、いるかもしんないけど、でもこれは本当に、うん、なんだろうな、秘密の俺だけが好きですっていうその秘密の、だから俺が街中でこれ着てる人いたら俺声かけるかもしんない。俺の顔じゃないよ普段の顔で、うん、それゴージャスさんってわかりますよね。知らないおじさんの話かけてきた。怖いっすよね。知らないおじさんの話、知らないおじさんが知らないおじさんが話しかけてきたらそれは私です。エリニアファンも、うん、この GG キャンパス T シャツ着てる人がいたら、うん、ぜひサインしてあげてください。そうですね。でもせっかくだからゴージャスさんのサインには埋めたいですよね。私のサインでおかしくないですか、なんか。だからそれはさ、一人一枚じゃなくてもいいんじゃないかって。買うのはさ、あーなるほどなるほどね、うん、これはエネちゃんのための1枚、これはねえなこちゃんのための1枚、いろんなのね、うん、飾っていきたいですね。これ飾っていったらいいんじゃないですか、どうですかこの考え、いいじゃないですか販売元のすずりさんのゴージャス動画の、はい、ページに行けばいろんな色を選択して、そうですね、自分で好きな色を選んで注文することができますので、はい、これは素晴らしい、はい、そんな感じでこちらの、ね、グッズ、はい、もう本当に皆さんよかったら買っていただいて来ていただいて、GG は全然誰にもバレずにゴージャスファンということをアピールできますんでよかったら買い求めいただきたいと思いますよ。 GG って何って聞かれたらどう答えるんですか。秘密秘密それで全然いい、そんなね言わなくていいの、そんな
ゴージャスさんのブランドですみたいなね。そんなに自分に自信がないんですか。自信がないの。僕はね、いろんな人のね、ツイッターとか見てて、うん、ゴージャスが一番好きって言ったら変な顔されたっていうのを何回も見るわけ何回も見る。そんなことないですか。私の好きな芸人のラインナップ、ゴージャス、小梅太夫、ジョイマン。いや、どういうラインナップなんでそこに俺を入れるんだ。いや、でも、うん、地球を3つに分けて、はい、こうやって人種を分けたとしたら、うん、同じ星にいます。いや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 、なんか俺もイグジットとかと一緒にいたい。イグジットライン。イグジットとかペコパといたい。それは多分地球を一つにしないと。地球は一つだろう。はい、ということでね、じゃあの方もよろしくお願いしますね。はい、じゃあエナちゃんにはお部屋でも着れるこれを。キャンパス、まさかのキャンパスが来た。キャンパスをプレゼントしよう。私もじゃあサイン書いてください。あとでサイン書いちゃおうかなはい、ということでよろしくお願いします。はい、そんな感じで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。あの、今日これ着て帰ろう。これ、え、超いい感じですよ。このピンクあります。ピンクピンク着ようかな全然面白くないみんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ、メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。